ちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日はですね、同じような位置にカメラを2台セットして、まあ、どんな形で映り方が違うのかっていうのを検証してみたいと思います。で、一つは GoPro の8ですね。設定はこんな感じです。で、もう一つがInsta360の GoTo が、設定がこんな感じです。で、やっぱりこう、二つのカメラ比べてみると、まあ、その使い方っていうかですね、まあ、キャラクター自体がちょっと違うかなっていう気がするので、まあ、Insta360は、本当に親指ぐらいの大きさしかないので、いろんなところにセットできるんですね。なので、普段見ないような位置からの画像っていうのを撮るのであれば、やっぱり面白い絵が撮れるんじゃないかなって、僕自身はちょっとワクワクしているところがあるので、まあ、いろいろ試してみようと思います。で、GoPro はやっぱりさすがっていう感じで、こう、まあ、しっかりした絵が撮れますから、安心して使うことができますよね。なので、まあ、二つ合わせてこう、遊ぶみたいなことをすると、ちょっとこう、撮影の幅みたいなものが広がりそうな気がするので、結構僕自身ですね、最近こう、楽しみながら遊んでいます。なので、まあ、カメラ、動画はですね、正直言うと、YouTube 始めるしばらくまでは全然興味なかったんですよ。で、写真はですね、もともと好きだったので、一眼レフカメラを買ってずっと写真は撮って遊んでたんですけども、動画に関しては全く興味がなかったので、正直ビデオカメラすら持ってなかったんですよね。ただ、YouTube を始めて、なので一番最初は本当にスマホのインカメを使って、YouTube の動画を撮影してたんですよね。ただ、それではちょっとなっていうのが物足りなくなってきて、5000円ぐらいのアクションカメラを買ったら、まあこれで十分かなと思っていたんですけれども、いざですね、全員に10万円配られた時の10万円を使って何を使おう、買おうと思った時に、その GoPro 8のセットみたいなものを買って遊ぶようになってからは、やっぱりこう5000円のアクションカメラと GoPro を一緒にしてはいかんなっていうぐらい全然違う、もう画像が違うんですよね。なのでこれはすごいと思って遊んでいたら、こうちっちゃい親指みたいなカメラを見つけて、まあこれもちょっと遊んでみたいなっていうので、まあ物欲が抑えきれずに買ってしまったのがこの2台っていう形ですよね。なので、まあ、比べてみても面白いなって思いますし、まあ、比べる必要もないので、こう、普段のね、こう、車載映像みたいなものはやっぱり GoPro がしっかり撮れるので、そっちがいいかなっていう気がしますし、こう、足元を撮ったりとか、上から撮ったりとか、それこそ後ろを撮影したりとかっていう、こう、サブカメラっていうか、まあ、2画面のもう1個の部分っていうのを撮影するのには、親指カメラは結構僕の中では面白いかなと思ってるんですね。ただ5分とか10分撮影するとかなり熱くなるんですよ。で、バッテリー自体もそんなに持たないですから、やっぱりこうここでっていうのを決めて遊ぶっていうのではありかなと思いますけども、長時間撮影っていうのはあまり向かないのかなっていう気が僕自身はするんですよね。ただケースに入れたままだと結構な長時間持つって書いてあるんですけども、まだそれをしたことがないので、まあ、今度ねそれをしてみようかなと思うんですが、まあ、本体が熱くなるのであればちょっと心配だなっていう気がしますよね。まあそんなこんなでこうカメラで遊びながらね、今からアルファードで90度連続コーナー走ろうと思いますけれども、まあ、アルファードで走ったところで全然こう遊べるわけじゃないので普通に走るだけなんですけれども、アルファードもですね、やっぱりよくできてる車で、こう、走り悪くないんですよね。で、実はこのアルファード、実家に泊まってるんですけども、一時も、ここに3月14が残ってるぐらい、次が6月なので、本当に使ってなかったんですよ。で、6月になってから僕がちょこちょこ使ってるんですけども、全然乗ってなかったので、こうバッテリーは上がってしまって、ブレーキは錆びてしまってみたいな形で、ちょっとかわいそうだったので、まあ、僕がしばらく乗ろうっていうことで、時々こうやってアルファードで通勤してるんですけども、やっぱり快適ですね。こう、時間合わせるために朝ちょっと公園に車を止めて休憩することがあるんですけども、アルファードの中で休憩は本当に快適ですもんね。で、S660 の中で休憩ってもう休憩した気にならないので、こう、もう走ってる方がマシですから、そう考えると、まあ、カメラと一緒で用途が違うわけですよね。なので、そこに適材適所じゃないですけども、その場所に合った使い方みたいなことをすると、やっぱり便利なものってたくさんあると思いますので、まあ、今後もね、こう、カメラどんどん増やしていきたいなっていう気がするんですよね。で、今欲しいのは、キャノンの R5 か R6 欲しいんですけども、
ちょっとやっぱり手が出ないです。やっぱ30万とか40万の世界なので、で、おそらく買ったらレンズも欲しくなるので、もうここはちょっと手が出ないなっていう気がするので、まあ、遊ぶカメラみたいなものが欲しいなっていうのもあるんですけども、一眼レフカメラが、ちょっと新しいのが欲しいかなって最近思いつつあるんですけども、まあ、なんせ先立つものがないので、まあ、キャノン、5D のマーク4もいいなって思うんですよね。ただ、やっぱり高いんですよ、まだね。で、おそらく最後の一眼レフ機っていうこともあるんでしょうけれども、プレミア感があって、ちょっと値打ちがあまり思ったよりしなかったので、手が出ず買わなかったんですけども、あれがもうちょっと値打ちしてたら、今、7D のマーク2と 6D と使ってるので、まあ1台にまとめるっていう意味では、ありかなと思って、ちょっと考えてたんですよね。ただ、手が出なかったので、保留したまま終わってしまったんですけども、まあでも最近ね、一眼レフ使う機会っていうのもあまり多くないので、運動会もしっかりなかったりだとか、あとは、あ、でもそっか、運動会はあったか。運動会とかになると、フルサイズよりも、実は APS-C センサーって1.5 倍距離稼げますから、意外と便利なんですよね。なので、そう考えると 7D Mark II 残してる方がいいのかなって思って、手放しきれずにおるんですよね。そんなこんなでね、こうカメラのことを考えながら、連続90度コーナーを走って、で、そのままもう家に帰ろうかなと思います。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。